はいどうもジュリアスです。マンイーター、続きやっていきましょう。今回はね、このマザーシップターゲットを撃破するというのでね、スケイリービートと戦いましょうって言ってるんで、あれかな、ハンタースケイリービートがいるのか、ここに。ちょっと向かってみましょう。ただのハンターっぽいんや。マザーシップってどれよ、こいつら。いた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 、やろうってのか。退治したらなんか出てくんのかな。もう今のでよかったの？あ、そうか、ママってママメイベルっていう会社か。パーソナルプロジェクト、ピートが最近取り組んでいることを確認する。なんだ、何に取り組んでんだ。マカジキの間違い、ターゲット撃破まで出てきましたね。ここ、いたいたいた。As twilight falls, Pete is in an uncharacteristically quiet mood. スケイリーピートは、まだドキュメンタリーか。This is a dangerous job. It's not something unknown to me.You want to see dangerous? Looky there, yeah? This PT-522. My daddy crewed that off of Guadalcanal. It was Navy. Gunner's mate. Pacific Theater. But when I was 16 men, came back a day later with three. Man survives on that. Must have died here in the Gulf. What happened to him? Oh, you don't like me saying this.My daddy, his granddaddy, was killed by a megashark. I'm sorry. He's talking about a prehistoric fish that went extinct 2.6 million years ago. I seen it. You were a kid. Ain't they discover new animals all the time? Sort of. Well, not exactly. In lots of cases, they're just corrections of species with different names. Also stuff like misspelling. But, I just say it. Maybe there are things in the water that ain't in your textbook. Stick around.Maybe you learn a thing or two this summer. Whatever. The ocean is vast. The majority of it still remains unmapped and unexplored by mankind. Perhaps Kyle should be so quick to dismiss his father's fevered ramblings. スケイリーピートをチェックしよう。お、近くにいる？どこや？やつ、復讐果たすとき。ピートの逆襲。あなた、ピートはあなたの母親を殺しました。それ以上の動機は必要ですか？腕を食ってやったからな。あいつは俺の怖さを覚えてるはずや。こやつらか。まず、尾ひれて、ビビらせない。来たぞ、スケールリピート。力勝負。おお、これな、なんや、あれ爆弾？おお、いてえ。なんか、衝撃が食らったぞ。でかい船やな。やーべ、なんかボスやな完全に。あー、ちゃんとサメのゲージがあるな、サメよけ用の。んー、ダイバーなんか相手にならんよ。やべ、あの爆発は。
まず船を壊さないと。ケージに全部守る。あ、やばい、なんか爆弾を加えたような気がしたさもう船を一旦潰すしかないよな、半分食らってるから。はい、逃げろ逃げろ逃げろ、いてー、やべえな、食えないから体力も回復しね。お、ケージを増援接近中痛い痛い、ちょっとこれ回復しないとやばいぞ。ダイバー来た、お、避けたな、ダイバー、ダイバーなぞ餌やぞ。乗れなかった、俺ら乗ったぞ、スケールリピート、え、すげえ爆破食らったなこれ解体され、フカヒレになった、つえ。ちょっと爆破のダメージやべえな、パワーアップしましょう。ボン、バイオエレクトリックまでできたな。シャドウか、食べれないから逆に言うと気絶させん、まあでもこれもアップグレードしとこうか、猛毒アップグレード、ラストまで行こう太くなってきた。バイオエレクトリックフィンも、あ、結構溜まってんな、なんか5万とか12万。バイエンはアップデートだけしとこう。どっちが強いのかなこれ。最高スピードが上がるだけかこれ。猛毒より稲妻の方がいいんじゃない、こっちにしてみようかフィンを、ボディ、あ、ボディめちゃくちゃ増えてる、わ、これ知らなんだ。今は溜まりやすくなってるんやな、脂肪とかタンパク質が。それをシャドウは早くして毒を、バイオエレクトリックフィンで。顎はねやっぱり、あ、棒と噛みつき上げっていうのもいいんか。体力アップがなやっぱ欲しいよな。ボディをバイオエレクトリックセットにしようか。ボディ進化には特殊能力がついてます。獲物を食べて能力をチャージしてください。それぞれユニークな能力は使用後に短時間のみ継続します。あ、ライトニングバーストっていうのがついたのかなこれ。とりあえずアップグレードして、これもう全部いくよ。これバイオエレクトリックセットになったから、バイオエレクトリックのボーナスダメージ2セットでも一緒やな、プラス 5% やな結局。おー、バイオエレクトリック構成でいこうか。ソナーが実は必要ないんじゃない、もう強い心臓をつけてて陸上でのスピードはいらんから、アップするだけか食べ物の量が。まあこのままでいこうか。よし、俺はやるぞ。おお、しかも消えてる。
おお、なんかヒレがいっぱいついたぞ。すげえな。イカチイカチ。やるぞ、バイオエレクトリック構成で。昼間の戦いなら負けん。おお。うわ、危ねえ。かっこいい。避けるだけでダメージ食らうんじゃない、こいつら。やべえ。あー、ちゃう、食べた。あぶね。お、やばいな、あれ、下手に噛みつきを連打してたら勝手に食うてまうで。勝手にっていうのもおかしいけど。逃げろ。よし、まずは痛い、一旦回復して。まず屋根を破壊したからアザラシ食って、それから行こうか。行くぞーピート。増援が来たか。おお、造園品時々違うんや。強そうなママさん来たな。3000ドルだと。船ごと潰してやるぜ。おりゃ、船破壊。スケイリー・ピート remains resolute。 動じない。おお、次は足を食った。いてー、ぐわー。え、灯油、ガソリンか、軽油かな。うおー、あちー、逃げるしかねー。相変わらず言葉汚ねえな。消火器で消すんかい。あ、ボートを爆破したからこんなことになった。いやいや、出血多量で死ぬぞお前。まだいるぞ。生き残ったな、ピート。What remains of the boat lurches, then slowly sinks to the bottom of the sea. おお、死亡消化を進化した。The shark is now an elder, and thus begins a new battle. お、長老になったぞ。年齢差別に対する新たな戦いが始まります。老害って言われるのかな、これ。あ、でも、まだまだ。体力が上がっていったね。突進、飛び上がり突進、空中突進、肺活量。あ、言うても体力とか半分やもんな。バイオエレクトリックフィエット、そうか、もう一段階上げて。お、体力がめちゃくちゃ上がった今。あれ、なんでそんな体力一瞬に上がったんやろ。ああ、色で見えてなかっただけか。まだ頭と尻尾は先やな。ん？開けるものがなくなったぞ。まあ今はバイオエレクトリックにしましょうか。んの口も変えようかな。回復しやすいからシャドウを愛用してるけど。まあでも黄色が結構3万まで減ったな。12万から。噛みつきダメージ強い。いや、これがやっぱ強いけどな。噛んだ時に電気ショック。はい、ちょっと変えとこうか。
最後までいけない。ちょっと足りない。バイオエレクトリック。あ、セットしたら 5% から 15% になったな。ほほほほ。長老になった。もっといっぱい生えたヒレが。もはやサメじゃなくなってきたぞ。で、シュモクザメ、ターゲットが2つできたから、あ、これがいけるようになったのかな？さっきまで出てこなかったもんな、なんか。これを見つつ行きましょうか。我、長老やからいけるとこ増えたぞ、これ。ここもいける。ここもいける。未発見のものがどんどん埋まっていくな、これ。我の雷切りを受けるか。若者からの迫害に耐えていきなければ。とどこにあんねや、これは。ずっと見えへんようになっててんな、これが。あ、中にあるな。長老しか行けへん場所なんかな。お、なんか穴見つけた。ここや。これが見つかってなかったんか。OK。The shark uses lipids from high fat fare like this to help fuel her reign of terror。マカジキ、行きましょう。サメに見えなくなってきたな、だんだん。まあ、元からやけど。あ、そういえばなんか違うのも入手してたな。え、マカジキ？あ、そこか。いて。いてって全然ダメージ食らってない。ほっ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 ほ。あやつか。え？もう手配中とかレベル低すぎて、話にならんぜよ。え？避けた。発動準備完了。え？三角押して起動って、起動してるな。音楽前すげえことなってんぞ。じゃあ次の目標が。あれ？音楽止まったし。なんか食ったら強くなるのかな？え、なんでもいいんかな？それ。ちょっとでも食べたら強くなる？でもないな。加えて振ってる時に電撃を発せれるようになるのかな？シュモクザメいや、振り回し振り回し、発動準備完了。何が変わるんや具体的に、これ。あれ、どこ行った。ん、なぜ逃げる。敵ではござらぬ。で、あ、そうか、ここ行けるようになったから行こうか。いや、長老はもう阻むものがなくなったな。私に行けない海域はなくなったぞ。あ、そうか、尻尾ないからまだ攻撃普通なんか。いけるぜー。これで攻撃とかできるのかな。あ、さすがに無理か。下？そしてここから開けんのか。でもないな。下に行って、ああ、そこから上がるのか。
だった。さあ、ファイアウェイコンプリート。あ、96% か。あ、なんかいっぱい増えてる。とりあえずターゲット全部やっていこうか。ん？どこから出るんやったっけな。あ、上か。トレジャーハント、お宝か。やっぱこの体になってちょっと遅くなったな、前のが。え、これ電撃食らうの、ひょっとして君たち。あ、食らってんの。なんかビビたるもんやな。食べはしないのか。なくなりはしないんやな。ギリギリになるだけ。じゃあ向かいましょうか。こっちか。電気はまあ気持ちかな。食う方が早いしみたいな。まあでもひるませることができたら強いのかな。それはそれで。メカジキじゃないっしょ。ハンター、これか。トロール戦。なんかジャンプできない。あ、いけたいけた。おー、シャークハンター違うんですよ。私はこれを借りに行きたいんですよ。発動準備完了したけど、うわー、やばい。次はターゲットを聞きゃ、漁師の友人ピートのあれなのかな、関係なのかな。え、豪華客船ですよ、ここ。この上か。こいつだな、きっと。Any shark of appreciable size should be observed at the aquariums. With little fanfare, another bounty hunt comes to a close. あれ？なんかうまく乗れないな。モリア爆破。うわお、36レベルになったぞ、向こう。たち投げ物はダメだよ。おりゃ、やばいな。やっぱ食べないと。食べないと体力が回復しないから、やられそう。新種すぎるな。サメじゃねえ。ももはや私は長老となってサメを超えたら存在になった。で、これでサファイアベイ 100% コンプリートですね。もう次湾岸に行けなのかな。メインストーリーが、I am a cave for you。 無料 Wi-Fi や簡易キッチンといった設備はありませんが、完璧と言えるほど魅力的な空間です。
プロスピリティサンドの洞窟を訪れる。おー、行きましょうか。新たな海域へ。まあ、お邪魔したけど。強者のいる海域へ行こうぜ。結構ギリギリやけど、体力が。やっぱあの顎を外してから体力の回復悪いっすね。やっぱ食べて回復がめちゃめちゃでかかったのかな。一応ティースダメージ 15% アップっていう魅力的ではあるけどな。ティースじゃない、バイオエレクトリックダメージか。あれ1キロ？どこ？こっち側から行かなあかんね。痛いよ。概要から行ってこっちやな。湾岸に入った。何と比較しとんねんって話。Prosperity Sands features glittering white beaches, fenced off for the sole enjoyment of the ultra rich and super rich. 概要はもういつでも行っていいよ的な領域なのか。さて、こういうの取っていきましょう。Supercharged with gene altering, the shark now has an asymmetric edge on the competition. 食べれない。え、なんで？スモーク命中。神話な。ちょっと待って。アトランティックスピ。え、なに？Protein caches like this one are a convenient tasty way for sharks to increase their protein intake. もはや小さすぎて何かわからん。どんどん、まあ、向かっていきましょうか。クエストがないんでね。こういうものだけ取りつつ、あ、じゃあジャンプ回数も増えてんのかな。234、あ、ジャンプ回数が増えてない。うーん、当たってる。おう、え、今取れたよな。君は何ですか？シーラ。あー、この辺分からへんのか。入り江に入んねんな。また汚れた川へと向かっていくのか私は。These scavengers of the sea are vital in cleaning the ocean floors of edible and semi-edible detritus. 海のスカベンジャー。看板見っけ。いて、何かに襲われた。 In a not so distant future, a young visionary entrepreneur will spot these three shells. はい。え、すげえでかい貝やぞお前これ。マカジキ。もうジェットスキーなんか楽しんでるな。お、ここか。ホウジロザメの道。これでいっぱいクエストが増えましたね。アザラシの運命に蓋を。フロススピリティサンドの平和を乱す。ああ、人間ね。ロジャーと私。ああ、さっきの船か、軍船みたいな。悪質な違法操業や。なるほど。ああ、次そこに来いってことやな。ソナー、ああソナー、お、結構広いな、やっぱソナー、最上級ソナーは。うん、あご、おお、よし、最終段階に進化。
まあ、ただ、顎はやっぱりシャドウティースが強いですね。噛んだ場合の体力プラス50っていうのが。プラス50っていうか回復ですから、ね、実質。食べずに噛んでる段階でも回復していくから強いんですよ。まだまだ新しい地域ではそんな必要やけど。脂肪吸収、あ、脂肪が増えやすくなったんか。脂肪はこれ赤なのかな？ミネラルが黄色。いや、なんか違うな。ミネラルって普通、青っぽいよな、なんか。タンパク質。結局、どれがどれか分かってないん。最初に説明あったような気もするけど。まあ、欲しいやつを上げていくって感じなのかな。この辺は何で解放されんのやろうな。レベルなのか。もしかしたら30レベルで頭とかかもしれんな。それか、ここのクエストをやっていくことによって解放できるのかもしれないですね。はい。ということで、今回は、あ、フォーセールになってる。ここまでで。また次回、このね、なんで、フロスピリティサンドをやっていきたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。それではまた。